ミニハッチはミニクーパー、ミニワン、または単にミニとして知られている自動車。2代目は3ドアや5つのドアである。ハッチバックで2000年後半に導入され2006年に発売、2014年に3代目モデルが発売された。コンバーチブルバージョンは2004年に導入され、2代目は2008年に続く。 ハッチバック株量2005から2006ミニワンハッチ2004年から2008年にかけてソフトトップコンバーチブル R52 が製造されたが最初の新世代のミニハッチは2000年後半に導入され同年に元のミニが製造中止になった後ミニマーキーの元で発売された最初のモデル一部の欧州市場ではミニワンは1.4リットルトライトクエンジンのインライン4バージョンで ガソリンを搭載した他のすべてのミニは1.6リットルバージョン。ボンネットに特徴的なスクープカットが施されたクーパー S を含むモデル間には多数のスタイリングとバッジの違いがある。クーパー S には後部のバランスの中心の下から出るツインエキゾースとヒエスクーパーにはミニワンより多くのクロム部品があり、排気口は一つです。 ミニ 1D には目に見える排気感が全くない。BMW は2006年11月に全く新しい第二世代のハードトップ、ハッチミニモデルを導入した。エンジニアリングは英国で、BMW グループ UK エンジニアリング、ドイツのミュンヘン、BMW グループ本社で行われ、他のサードパーティーによって、BMW グループはトリノで至るデザイン 10GR を雇い。 開発と検証を含むエンジニアリングを調整し、新しいミニのボディ、構造、シャーシの、オックスフォード工場での組み立て工程の影響を受けた地域の主要生産アソシエートは、オックスフォードでの新しいモデルのスムーズな統合を確実にするために製造期間中エジに出向した。多くのスタイルと工学の変更を取り入れた、リエンジニアリングされたプラットフォームで、 PSA 不条死トロエンと共有され、よりコスト効率と燃費が向上するように設計されたプリンスエンジンを使用し、英国ウォリックシャーの BMW ハムズホールエンジン工場で製造されている。ハッチカブリオインテリアクーパー S は、エンジンの前面にインタークーラーを再配置することで、スクープが純粋に装飾的になることを意味し、ボンネットスクープを保持して発進モデルとの関連付けを維持し、 さらに、クーパー S のバッテリーは、ブートフロアの下になく代わりに、ボンネットの下の従来の場所にある。C ピラーはガラスで覆われておらず、空力特性を改善し、車の後部に汚れが蓄積する傾向を減らすように成形されており、ミニは後部の足元が足りないことで、多くの批判を受け、全部座席の後部にスカルプトカットアウトを作成することで、 後部乗客のためのスペースを増やした。エンジン始動ボタンは従来のイグニッションキーに変わるものであり、オプションのコンフォートアクセスを使用するとキーを車に近づけるとドアハンドルのボタンで車のロックを解除できる。マーク2の外観はおなじみであるが新しい車のすべてのパネルは以前のモデルから変更がなされ新しい安全要件により全長が6 0ト、mm、ル フロントエンドが上がり、インジケーターがヘッドライトハウジング内で再配置されており、ヘッドライト自体はボンネットと一体化するのではなく、フロントクォーターパネルに固定されるため、ボンネットが開いた時にヘッドライトと一緒に持ち上がることはなく、グリルのスタイルが変更され、リアライトクラスターが大きくなっている。ハッチクーペ2010年1月のミニワンミニマリズムは、 市場に応じて75ふつばり機及び98ふつばり機2つの状態で利用可能であったと発表しのモデルは 119g1km あたりの二酸化炭素は低抵抗タイヤとフラッシュホイールのトリムによって助けられ以前はミニワンから除外されていたミニマリズムテクノロジーが含まれている2009年7月にミニファーストと呼ばれる新しい予算バージョンが追加されて 1ワンと似てきたが、出力が低い 1.6L エンジン75フツバリキ、および自動オプションなしで、ミニミニマリズムテクノロジーを含めることにより、ワンミニマリズムの発売を、先取り車両は1950ポンドの基本、MSRP で発売。マーク、2シリーズは、1、クーパー、及びクーパー S の派生製品と共に発売された。 新車は98です長いミリメートル44ミリメートル幅7発進モデルよりも高さミリメートル28ミリメートル長いホイールベースとトラック幅の増加。サイズを大きくするとインテリアが大きくなりブートボリュームが211リットルに増加。2013年11月に BMW によって発表され2014年前半に販売が開始された。3 ドアハッチバックさん、ドアハッチバックジョン・クーパーワークス5、ドアハッチバックさん、ドアコンバーティブルインテリアザビッケストエクステリア、リファレンスウィズザ2018フェイスリフトアレ、ザニューフロントライズ、リデザインドミニバッチアンドリアライツウィズザグレート、ブリテンフラッグ。ありがとうございます。